マツダ飽くなき挑戦の結晶 RX7。 2002年8月、技術者たちが情熱を注ぎ育ててきた RX7 はその生産を終了した。環境性能が問われる時代にスポーツカーの居場所が失われ始めた。スポーツカーっていうのは生き物だと思ってます。時代とともにですね、進化させていかないとすぐなくなっちゃうというか。かつて排ガス規制によるスポーツカー不毛の時代、初代 RX7 誕生。スポーツカーの存在意義を世に知らしめた。そのパフォーマンスは2代目 FC3S で国内最高峰へ昇華。そして3代目 FD3S は世界一級のスポーツカーを目指し、コンセプトが確立された。車体系は全て私のマネジメントのもとに仕事をしようということで、チームを作ってですね、各設計者をその一つの部屋に全員集めてですね、この超一級のスポーツカーということで仕事を進めました。とにかく1250キロという重量を実現して走る車を作ろうというふうに考えたんですね。ゼロ戦に学べ、残骸が技術者たちを身震いさせた。リベットの頭をフラットにするとか、ジュラルミンという材料もですね、初めてゼロ戦に使ったと。でなおかつ翼の先端、小指の穴ほどのですね、軽量化のたくさん開けてあるんですね。我々はそのスピリットを学んできましてですね、ここまで徹底してやるかということが RX7 の精神として生きてるわけです。世界一級のスポーツカーとして徹底した軽量化を追求した FD のシャシーのために用意されたのは、新開発のロータリーエンジンだった。他のエンジンは一切考えてません。三好の試験場にですね、飽くなき挑戦という日があるんですけどね、これは社風としてですね、技術屋のマインドとしてこう挑戦するというのはずっとありましたね。その代表的なのがロータリーエンジンです。生産が終了した今なお多くの人々を魅了するその存在、孤高のピュアスポーツ FD3S。 こんにちは、高橋圭介です。いったダイナー、どう見ても樹くん。まあそうかな、やっぱりどう見ても樹くん。あらまあ、高橋圭介って僕でしょ、やっぱり。お前かい。俺は池谷だろ。池谷先輩。池谷俺。池谷。マジで。どう見ても池谷だろ。匠は俺だよ。いや、そう。匠っすか。文太さんでしょ。あ、文太か。いぶし銀の文太。はい。ってことは、おいらは夏希です。夏希ちゃんですか。夏希ちゃんか。夏希ちゃんですか。夏希ちゃんってもうちょっと可愛くなかったか。さあ、ということで。はい、今回はイニシャル D 特集。違います。RX7 の特集。 RX7、はい、FD です。今回初登場、はい、ね、はい、大大大大大大助、大助、はい、伊藤大助。イエーイ。はい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 、ナイスミーチュー。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 はい、ナイスミーチュー。あなた誰？川崎です。あ、私も川崎に今住んでます。はい、お前何なのこれ。鼻手術してきました。確かにテレ東の番組で激走 GT でお前は鼻がないって言ったけど、お前それただ蓄膿症治しただけだろ。ちゃんと骨削ってきたんですよ。そう、はい、これでバッチシですよ。今年任せてください。お前チューニングが乗れる。乗ったことないんですけど。だけどね、まあ、うちのエースね、金石と一緒でもうね、ガッツとも大輔コンビで今年行くからホットバージョン初登場です。はい、さあ、ではこのメンバーでね、行ってみたいと思います。なんだっけ、セブン。今回のホットバージョンは RX7 大特集。まずはノーマルのポテンシャルは今も通じるのか、現役国産ライバルと筑波バトルチェック。 FD 担当はもちろんドリドリ。ダリダリ。まあ、あえてアイルトロン・フェナと土屋圭一はアウト側からスタート、こういうことになります。まあ見ててください。何を乗っても前回の土屋圭一です。
NSXR 担当は初登場伊藤選手。なんかいきなり濡れてるところからスタートさせられるんですけど、監督らしいね、あのやることがもう大人じゃない。ライブ8担当は谷口。ちょっと今日の条件では唯一スタートだけが3名のスタートだったんだけど、こんなに後ろにされちゃいました。厳しいですね。インプレッサは久々登場ランダー。よく曲がる4区のインプレッサです。セブンをやっつけたいと思います。何気に緊張するな。コースはハーフウェット。バトルスタート。後方に追いやられた4区勢はライエボ谷口がトラクションを生かし好スタート。リプレイは伊藤選手から。あかん、ライエボ来た。市販車でのスタート経験がない伊藤選手にはイン側スタートは難しかったか。タイヤ履いたような車ばっかじゃんよ、ちょっとあんたたちは失礼な。よし、 NSX は抜いた。一山でトップをキープしたドリドリだが、後ろの3台は現役の筑波激速マシン。どこからでも FD を狙ってる。タイヤが冷えてるうちが勝負。速いわ、ムカつく。よし、滑ってるぞ。今回 FD にはゼロワンを装着。温まるまではちょっと辛いか。アンダー出て、アンダー。よし、チャンス。土屋さん、おー、監督暴れとる。やべえ、置いてきぼり1個。あー、許せねえ。うーん、えい。最終コーナーは谷口がイン側をキープ。ドリドリもアウト側で踏ん張る。タイヤカスに乗ってる。もしかして俺ってタイヤカスに乗ってたよね今ね。情けねえ。接近したバトルは2周目に突入。そろそろタイヤが温まってきたかな。こんな S タイヤみたいなの履いて、大人げねえだろお前のワックソ。監督の不満を横目に伊藤選手がアウトから仕掛ける。大輔、監督に向かってなんてことするんだお前は。同じリア駆動でもミッドシップの NSX の方が FD よりトラクションがいい。よっしゃ、イン取った。そんな後ろ足で砂をかけるようなことをしていいと思ってんのか。 NSX が来る前に谷口は少しでも逃げようと必死。この脱出を生かすのが4区。ここでランダーがドリドリをロックオン。あらららら、あんたは濡れたとこ走ってなさい。怖いよお父さん、怖いよ。接触ギリギリで走りながらも FD のコントロール性は良さそう。でもここの最終、危ない大輔、何やってんだ。バトルはファイナルラップ。ランダーが今度は1コーナーでドリドリに挑む。怖いよ。ダイヤの差でしょこれ。ちょっとあんた猿。すでにランダーは無言。ファイナルラップやからな、どっかで抜かなあかんし。四駆の立ち上がりを生かして逃げ切りたい谷口。その後ろでまたまたランダーがドリドリを煽っちゃってます。多分ね、ブレーキも全然いいんだよね。スタイヤ欲しい。前も後ろも最後の勝負を仕掛ける。最終で行くしかないな。トップ争いは伊藤選手が谷口のインへ。ランダーもついにドリドリの懐に飛び込んだ。山猿、おー、惜しかった。
そしてチェッカー、バトルはランエボが制し、レフリーは鼻の差で逃げ切った。どっちが勝った？僕がギリギリ勝ちましたね。負けました。ダンサーがギリギリ勝ちました。すいません300のドライバーに負けてんのっていうかね、僕自身も NSX タイプ R を買って負けたのがすっごい悔しくて。大輔、こうしよう。今年の契約金はそういう、こういうハンディ制で引いていこう。あれ下がったんですか今？そうだよ、まあ、あの小さいコーナーはそんなに変わらないんですよ。ただ大きいコーナーになると NSX も速くて、で各コーナーの立ち上がりに関してはちょっとランサーの方がやっぱ速かったですけど、あとね、ぐっと前です。タイヤの垂れ具合が随分違った感じがする。あとこっちの方がガンガン垂れてくるからだんだん後半遅くなってくるんですけど。君たちの S タイヤだよ。僕のはノーマルタイヤだよ。ですね。うるせえ、ですねじゃねえよお前。山猿の生意気にさ、山猿のくせにお前都会人にインさしてくるんだよ。なるほど。まあインプレッサーコーナー早いですね。FD だってチューニングすれば速くなるんだよお前。ね、ちょっと FD はね、ちょっといじるだけですぐ速くなる。すぐ速くなるんですよね。ということで、はい、FD はちょっといじると簡単に速くなる。それをご覧いただきたいと思います。はい。チューニングカーの世界で FD の速さは本物。 FD のポテンシャルを味わうためのチューニングチェック&中古車購入ガイドお届けします。はじめは基礎編。まずはノーマルの良さを生かしたライトチューン FD。 前期と後期の違いはどんなものか、サンアイワークスの2台でチェック。この2台は共にエアクリーナーやマフラーなどを交換し、後付けのコンピューターで制御している。ちなみに後期のインタークーラーはノーマルのまま。早速ドリドリのインプレッション、まずは後期6型からどうぞ。あ、これいいやつだな。乗りやすい。この車にはシーケンシャルシフターが装着されているけど、どうよ。ギアが入りにくい。しっかり入れないとギア入らないね。ちゃんと引いたり押し付けたりしないと。サーキットの入力だとマウントを変えた方が良さそうか。でも足回りの評価も良かったし、なかなかの好タイムをマーク。ほぼノーマルのエンジンだったけど、サーキットの連続周回はちょっと心配。あ、なんかエンジンばらついてる。さあ今度はほぼ同じ内容で前期1型をチェック。足もいいな。なんだなんだこれ。どうもガソリンの量が少なかったみたいでガス欠症状が出たようです。このエンジンもばらつくね結構。足は悪くないんだけどね。なんかバラつくんだろう。エンジン不調でタイムは今一つだったけど、3台2台のチューニングの内容をもう少しチェック。こうね、ユーザーの方はこういうショットチューンっていうか、まあ給排気系と給排気系だけっていう、まあ、エアクリーナーとかマフラー、うん、これぐらいやってる人ってすごく多いと思うんですよ。でブーストアップですよね、はい。この2台はブーストアップっていうのはブーストアップ装置はないんですよね。マフラーを変えてブーストが上がってる。まあそれでも上がっちゃうんですけど。上がってますよね。上がってます。ただパワー AC をつけることによって、はい、パワー AC って何なんですかこれ。コンピューターですね。あ、コンピューターね。はい、はい。これをつけることによって、ブーストがコントロールできる。あ、上げられることも。あ、ブーストコントローラーなんですか。そうです。あ、そうなんですか。コントローラーの役目もします、はい。モニターにもなる。いろんなデータが取れるということですね。
そうするとやっぱりこう壊れにくいと思うんですよ。あ、なるほど、ね、なるほど。まずはベースの状態を知ることが FD チューニングの第一歩。ところで中古車市場ってどうなってるの？巨匠をお呼びしてます。川崎センサーさんです。川崎センサーさんゲッツ検定お願いします。その前金型っていうのは大体相場ってのはいくらぐらいなんですか？大体80万から120万ぐらい。俺の顔見るな、向こう向け。あ、そうなんだ、ね、まあ前金ですか？俺のところにほら針刺すな、お前。結構まちまちです。でも1型でも改造してあったり、まあ、かっこよかったりすると結構いい値段で。でも前金の最終は100万円台で買えるってこと？100万円の台ですね、大体。やっぱ後期は高いね、250万だよこれ。新車価格じゃん。新車、まあ、新車みたいなのも出ますね。でも3000キロとかまだ。それメーター戻しちゃってんだよ。いやいや、そんなのないですね。ない、はい、これ澤井さん的にはどの辺がおすすめなんですか？やはりこの16ビットになってからのコンピューターが大事。川崎センサーの中古車選び、勝ち組になるための中古車選び。そうですね。川崎センサー、川崎センサー本当に素人の人が見るとしてですけど、うん、はい、まずやっぱり試乗できるっていうことです、うん、まあクラッチがやたらに重かったり、うん、変なツインプレートがついてです、カバーが反っちゃっててクラッチ切れないとか、うん、それはどう試乗って感じだな面白いよで、まあ、あとは車をよく知ってる、うん、知ってる、折れちゃった、センサーが折れちゃったみたいな。折れちゃったね。車をよく知ってる人とねそうだね見に行く、うん、あとはまあ見た目ですね、うん、もう自分で見に行って、うん、素敵、直感、うん、これ結構すげえ説得力ないな、それってことは。これ占い室連れてった方がいいぞ。いやまあでもある程度ね、うん、見てこうパッと見てなんか嫌だなっていう感じのする車をセールスが勧めたからと言って、うん、買うと、うん、意外とこう愛着が出なかったりいろいろあるんですよ、若い人は。なるほど、自分がいいなと思ったらいいんだと、はい、ね。